九州市の市営バスで来月から GPS とセンサーを使って乗客数を計測する全国初の実証実験が始まります。実証実験は北九州市とセンサーを開発した株式会社村田製作所、データ分析を行うスワットモビリティジャパン株式会社が共同で行うものです。まず市営バス8台にセンサーを設置し、乗客数を分析することで、高齢化が進む北九州市でデータを活かして低コストで利便性のあるバスルートを判定し、運行計画などを作ることが狙いです。これまで IC カード利用の乗客を対象にしたデータ分析は行われていましたが、センサーを利用することで全乗客を対象にしたデータ分析は全国で初めてということです。